中国ファンの熱狂を呼んだ。滝沢秀明の予期せぬ訪中に起きた驚きの出来事。滝沢秀明に手渡されたお年玉袋に込められた意味とは滝沢秀明さんは2024年4月19日の夜、中国に到着しました。彼が公の場に姿を現すことは滅多にありませんが、この日は例外でした。 中国ではファンたちが空港で彼を待ち受け熱烈な歓迎をしました。これは彼のファンにとっては待ちに待った瞬間だった。滝沢秀明が公の場に姿を現すことは珍しいが、中国では彼のファンが空港で待ち構え熱狂的に出迎えた。一般的に俳優業以外の公の場での姿はなかなか見られないタッキーが、 突然の中国訪問に多くのファンが驚きと興奮を隠せない様子だった。初日、ある滝沢秀明のファンは、急いでファンレターを書きましたが、封筒が見つからず、結局お年玉袋にファンレターを入れることになりました。しかし、ファンレターを入れたお年玉袋を滝沢さんに渡すことには成功しました。滝沢さんは真っ赤なお年玉袋を受け取り、 少し困惑した様子でした。そのユニークな出し方に戸惑いながらも、タッキーは温かく受け取る姿が印象的だった。日本では封筒が見当たらずに、ファンレターを急遽お祝儀袋に入れて渡すことがよくありますが、これほど派手な演出は珍しいでしょう。しかも、お年玉袋には金色の辰都市の竜の模様が飾られているとのこと。 中国のファンはこの演出に大喜びでしょうね。滝沢ファンの創意工夫には感心します。TikTok でこのシーンを見かけました。一人のファンが涙ながらにカメラを回し、滝沢さんに近づいていきます。そのファンは昔からの熱心な支持者のようで、滝沢さんに感動を覚えていました。彼らの関係は特別で、 滝沢さんが公の場に出ないこともあり、距離を保ちながらも一緒に過ごす時間を大切にしているようです。この出来事は TikTok でも話題となり、ファンの一人が滝沢秀明にカメラを回しながら近づき、感動の瞬間を切り取った。彼女は長年のファンであり、滝沢秀明が表舞台に出ることは滅多にないため、この貴重な体験を大切にしていた。さらに、 中国の SNS では、滝沢秀明との出会いを喜び、興奮を表現するコメントが寄せられた。ファンたちは、滝沢秀明が細身でありながら非常にハンサムであることに驚き、彼のことを称賛した。そして、滝沢秀明との初対面についての感動や驚きを語り合った。滝沢秀明の中国訪問は、ファンにとって夢のような体験であり、 彼らの熱狂は尽きることがなかった。彼らは滝沢秀明が表舞台に出ることは滅多にないため、この機会を大切にした。そして、彼らの応援と愛情を滝沢秀明に伝えることができたことを喜んでいた。滝沢秀明の中国訪問は彼のファンにとって忘れられない思い出となり、彼らの絆をさらに強めた。 次回の再会を楽しみにしているファンたちの期待は高まるばかりだ。ウェイボーブを見ると、滝沢秀明ファン歴がそれほど長くない方でも、約3年間、熱心なファンが多いことがわかります。彼らは滝沢さんの写真をたくさん集め、アルバムにまとめています。ファンたちは滝沢さんに会った感動を次のように表現しています。初めて滝沢さんに会った時のこと、 思い出して心に残ります。笑い。封筒がなくて焦りました。涙。お正月パッケージはユニークでした。彼は今、痩せているでしょうか細くても、とてもハンサムですね。彼は日本で最も美しい男性の一人ですね。笑い。また、彼らは滝沢さんの優しさに触れ、彼がファンとのつながりを大切にしていることを感じています。 滝沢さんはファンの存在を重要視し、彼らとの特別な瞬間を大切にしているようです。滝沢秀明の中国訪問は、ファンにとっては大きな喜びでした。彼らは滝沢さんとの貴重な時間を大切にし、彼の優しさと人柄に感動しています。滝沢ファンとの絆は、距離を超えて深まるばかりです。これからも彼らのサポートが続くことでしょう。 あなたは滝沢秀明ファンですか滝沢さんとの特別な瞬間を共有したいと思いませんか彼の中国訪問についてどんな思いをお持ちですかぜひコメントでお聞かせください。中国 SNS のウェイボーではこのファンの行動を目撃した人の感想が寄せられている。急いで封筒がなくて涙が出たこのお正月パッケージがとてもユニーク。 痩せているけど超ハンサム。日本で最も美しい男の子。といった興奮と賞賛の声が見られた。まさに、現地のファンの熱烈な歓迎ぶりが伝わってくる。一方で、動画投稿者自身も驚きの経験をしたようだ。初めてタッキーに会った時のことを思い出して笑っている。どこで待っていいかわからなかった。マスクしているから匂いが感じられなかった、など、 生々しい感想が綴られている。突然の出会いに戸惑いつつも、ファンとしての熱狂が伝わってくる。今回の出来事は、滝沢秀明というスーパースターの意外な一面を垣間見せてくれた特別な出来事だと言えるだろう。ファンにとって、そうした貴重な出会いと体験は、ただの出来事ではなく、生涯忘れられない思い出となるに違いない。一方で、 このようなサプライズな出会いは、中国におけるタッキーのファン層の広さと熱心さを示唆している。これまで日本国内で圧倒的な人気を誇ってきた彼だが、徐々に海外でも知名度が高まり、ファンを獲得しつつあるのかもしれない。また、本来のプライベートな時間を侵害されることに戸惑いながらも、ファンの熱意に丁寧に応対するタッキーの姿勢にも注目が集まる。 スーパースターとしての責任感やファンに対する深い愛情が感じられるだろう。この特別な出来事をきっかけに、これまで日本国内で人気を誇ってきた滝沢秀明が新たな飛躍を遂げる機会となるかもしれない。中国という新しい地平で彼がどのように活躍していくのか、今後の動向に注目が集まっている。ファンの熱狂的な歓迎を受けながら、 滝沢秀明は今回の中国訪問をどのように振り返り、今後に生かしていくのだろうか。彼の新たな一面に触れることができたことで、ファンの愛着はさらに深まっていくかもしれない。これからの滝沢秀明の活躍に大いに期待が寄せられている。